はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガールフレンド音符西洋ナースのリハビリダンス編やっていきたいと思います。ちょっと時間が取れなくて間が空いてしまったんですけれども、今日が3月4日のまあもう夜というところなんですけれども、当初予定されていたミラクル音楽祭、これですね。まあ一番初めは3月4日のなんか15時くらいに終わるよっていう告知だったんですけれども、まあ伸びてますね。まあ伸びてるというか、開始が3月4日の15時から終了日が3月9日の15時14分59秒というところ、これちょっと半端だなという感じになってます。何が変わったのかというと、今までは SSR の出現率がまあ2倍で 3% だったんですけれども、これが通常に戻ってますね。ちょっとレアリティを見てみましょう。提供割合 SSR が 1.5% にまあ戻りまして、ガチャ自体は継続しているということですね。あともう一つが、今月の誕生日ガール出現率アップということで、今は2種類引けます。で、自分もちょっとね、時間はなかったっちゃなかったんですけど、今日の15時に終わっちゃうって思って、昨日の夜にとりあえずミラクル勧誘だけはしました。で、一応その時の映像だけは撮ってあるんで、まあ、これをこの後ちょっと差し込みたいと思います。はい、ではミラクル勧誘やっていきましょう。一応これちょっと音声は後付けで入れさせていただきました。なのでもうすでに結果は分かってはいるんですけれども、まあ見ていきましょう。で、一応コメントでちょっといただいたんですけれども、まあ、最初に天使が出てくるじゃないですか。まあ、そこのところで、なんか王冠だかなんだか被ってると SSR 確定ですよっていう情報をいただきまして。で、まあ、今回は、これが王冠じゃないっすよねっていう。で、村上先輩と、望月師匠。で、これは持ってない衣装。で、この人すぐ名前が出てこない。で、コルリ先輩。で、SR の有栖川先輩。有栖川先輩は2枚目なんで重ねました。で、このまま R が続いて、コルリ先輩がダブって、で、なんとね、最後の最後で SSR の村上先輩ナースが来ちゃいました。で、もう引いてて SR の有栖川先輩が出た段階で、まあまた R が続くわけじゃないですか。あ、これもう終わりかなって思ったら、まあまあまあ来ちゃいましたよ、村上先輩のナースちょっとね、かなりいい感じで、まあミラクル勧誘はずっと続いてきてるんで、これどこまで続くかですよね。で、全部でこんな感じですという。はい、というわけで、まさかまさかの村上先輩ナース SSR ですね、ゲットしました。なんかめっちゃこれ引きいいですよね、本当に。なんかもういつか交通事故に遭うんじゃないかっていうくらい心配ですけど。それぞれの呼び出しがこれ、緊急の場合は本物の看護師さんを呼ばないと。これですか？今日のマニュアルです。何かあった時のためにもう一度確認を。で、レベルがまだ1ですね。ちょっと今回の累計報酬で手に入れたももちゃんを今レベル上げしてるので、まあももちゃんのレベル上げが終わったら、ちょっと村上先輩を上げていこうかなと思っております。じゃあイベントの方を見ていきましょう。で、まあちょっと前回終わるときに石を割って2000円以内に入ろうかなというところだったんですけれども、まあとりあえずね、時間があるだけやって1回2500位くらいまで上り詰めたんですけどまたちょっと3893位に落ちてます。ただ累計ポイントはもう今9万ポイントではあるんですけれども、今回ね、みんなめっちゃ頑張ってますよね。ランキングのデッドラインをちょっと確認してみると、2000位のところが15万5946ポイントなんですよ。もうこれ完全にみんな狙いに来てますよね。一応ね、土日は時間は取れるんで、ちょっともうこれずっとつきっきりで、もう SSR のももちゃんを3枚揃えたいんで、まあ突っ走る可能性はかなり高いですね。だから今日の夜のうちにどれだけまあ詰められるかっていうのも一つポイントになってくると思います。じゃあお話の方を見ていきましょう。まあちょっとだいぶ間が空いちゃってるので、
金曜だから今日が2、3、4くらい見ますか。凄腕の医者が活躍する漫画って言ったらさ、ブラックジャックとかしか思い浮かばないんだけど。でもそれを真似たらさ、患者さんに5000万だって言わなきゃいけないですよね。そう、リハビリをするみたいですね。ちょっとさっきその自分で題名西洋ナースのリハビリダンス編って言ってて思ったんですけど、そうか、リハビリやるのかってどっちかっていうと看護チックですよね。てか文字だけだとちょっとどういう体操になるんだか全然わからないんだけど。まあ継続してこそですからね、こういうのは。職業体験も大変だね。まあそれだけナースは大変っていうことですよ。でもね、まあ、ちょっとナース大変な職業だと思うんですけど、まあ、婚活パーティーでそのナースの職業の人がいたんですよ。まあ、別に最初の自己紹介だけしか話してないんですけれども、でなんかそのナースって大変じゃないですかって言ったら、なんかその病院は意外にねそうでもないらしいんですよ。まあ、呼び出しがあった時だけ大変なんですけど、なんか夜勤とかでもなんか基本的にそのあんまり仕事がないって言ってて、なんか思ったよりは楽ですよみたいなこと言ってましたね。まあそれはちょっと病院とかにもよるんだろうけど。ところでこの新田さんって誰？なんかちょっとジョジョ立ちみたいな感じしてません？こう腰のところがさくねってなってさ。何？この人こういうキャラなの？あ、でも新田さん1年生だねこれ。そうだよね、俺のこと先輩って言ってたもんね。いや、患者さんの気持ちを知るって言ってもね、本当に大変な患者さんは本当に大変ですからねお前何言ってんのっていうあれですけど。いや、でもナースごっこもさ、ちょっとね男の人がやるとかなり怪しいですよね。暑くなってきたね、じゃあ服を脱いでごらんみたいな完全に変態だよね。てか、はるかちゃん大丈夫か？4話も見ていきましょう。え、結局ね、倒れたの？あれ？神崎美琴出てきた。初めて見たな。ちょっと目がきつい感じの人ですね。てか、保健の先生？こんな保健の先生さ、教育上よろしくないでしょ。校長先生に怒られないのかな。君その格好はなんだねって、私が個人的に指導してあげようっていうどうして俺はこうやってそっちの方に走ってくんだ
そばにいたらさ、俺もさ、風邪うつされちゃいそうじゃん。保健室の先生って普段何してるんだろう。それもわからないな。微熱でさ、でもあれ今までどうしてたのっていう記憶が飛ぶくらい重症にならないでしょう。早っ熱下がるの早いな。完全にこれ俺移されたんじゃないか。そうだね、はるかちゃんならできる。5話はじゃあ次見ていきますか。さて難しいで、やっぱりね突っ走るときは2倍消費がいいですね。全然やっぱり効率が違うんで、いくら経験値とかがもったいないと言ってもとりあえず2000位に入らないと話にならないってどん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 順位を上げていくことですね。3000ね、なんか500位くらいからね、多分すごい詰まってるんですよ。で全然順位の上がりが悪くなって、かなり熾烈な争いになりそうですよね。2000位にいる人は、まあ、追いつかれないように石割ってどんどん得点伸ばしていくし、追う人は追う人でまたどんどん得点伸ばしていくんで、デッドラインがねどん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 上がっていくと思うんですね。まあ土日がね最終日っていうのもあって、まあちょっと時間取れない人はあれなんですけれども、まあ時間取れる人の方が多分多いと思うんで。あ、そうでね、俺結構ガールフレンドのキャラクターで、なんかこの人知らないとか、この人よくわからないっていうのは多いじゃないですか。で、コメントで、なんかガールフレンド括弧仮のアニメを見ると、なんかわかりやすいですよって言ってくれた人がいて、で、あ、なるほどと思って、ちょっとツタヤに行ってみたら、自分の家のツタヤ置いてなくて、で、なんで置いてねえのかよって思ったら、ツタヤには、在庫取り寄せサービスっていうのがあって、なんか機械で、これ、ここで借りたいですっていう、券を発券すると、まあ、多分在庫のある店舗から取り寄せてくれるんですよ。それでね、一応借りました。で、それを明日返さないといけないんですけど、1巻2巻借りて、まだね、1巻しか見てないんですよ。だからまず2巻を見ないといけないっていうのと、返しに行かなきゃいけないっていう。まあ、大した時間じゃないっちゃ、ないんであれなんですけれども、まあでもなかなか面白いですね。まあ1巻しか見てないんですけれども、こういろんなキャラクターが出て、まあそれぞれの特徴をつかんで、まあ、登場させてるんで、確かにキャラクターを覚えるのにはかなりいいと思いました。まあ内容も普通に面白いしっていう。あれって何巻まで出てましたっけ。なんかね、スタヤのね取り寄せサービス見たら4巻までしかなかったんですよ。あれって4巻で終わりなんすかねまあちょっと調べてみれば分かることなんですけど、1巻につきなんか70分くらいあって、多分3話ずつかな、収録されてるのが。絵のタッチもちょっとアニメ風になってるんで、俺は絵のタッチは結構好きです。かなりなんか可愛らしく描かれてるんで、まあおすすめの一品です。おすすめの一品ですって言って、俺も紹介されて初めて知ったんですけど、まあもしね、ガールフレンド好きでまだアニメ版を見てないという方がいたら、まあ、俺が言うのもなんですけど、ぜひ見ていただければと思います。ちょっとね今回だいぶ反応がね良くなくてミスが目立ったんですけど、まあ、SS はいけますね。まあ、SS 出したからといって得点差すごいつくわけじゃないんであれなんですけれども、うん、やりきった。最高だったね。まあ、カードが揃ってくると SS もかなり出せてくるんで、またイベントが終わったらラックストーン回収が始まるんで、
全然コンボが繋がんなかったから好感度が全く上がらないな。はい、というわけで、まあちょっとまた石を消耗して順位をなるべく上げていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。また動画の説明欄にツイッターのリンクも貼っておきますので、フォローしていただけると幸いです。ではまたイベント頑張っていきましょう。